はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。皆さん、サンタバーバラサンセットって知ってますかね。これで知ってるって言った人はものすごく物知りですごいです。サンタバーバラサンセットっていうのはこちらです。はい、こちらがサンタバーバラサンセットです。これね、カトレアの一種なんですね。この花は合わせづらいというか取り合わせしづらいと思います。あんまり綺麗な花と合わせるとなんかどちらも綺麗に見えなくなっちゃうんですね。今日はこのチラを入れたアレンジメントを制作していきたいと思います。では早速いってみましょう。今日から決めのポーズを決めたんです。いくぜ、カモン。はい、では始めていきます。カモン。まずこちらの猫柳を入れていきます。その時に少しこうね、先っぽとかをちゃんと溜めて形作ってから入れていきましょう。まっすぐで入れたらもうそれはど素人です。で、このぐらいとか、まあこのぐらいですね、の長さで合わせていきましょう。はい、このような感じです。まずここで猫柳である程度のフォルムをね、アウトラインを作っていきます。はい、こちらで大体のアウトラインができましたね。こんな感じですかね。こんな感じです。じゃあ次行きましょう。カモン。はい、では次にこちらのドラセナを入れていきます。まずはパーツに分けていきますね。で、ある程度こう長いところは 1,2 枚取っておいてください。そうすると長く使える可能性がありますので、今回ですとこの1枚を取ってここで切り落とします。そうするとこういうね、長い1枚ができますね。こういう風にして取っておいてください。ではまず短い方から入れていきます。ドラセナは毎回言ってるようにきちんとこう形を整えてで入れていきます。で、丸めのものも作って入れていきましょう。ちょっと角度が悪いから直しましょうか。まあ、こういうこともあります。こう長くしたドラセナはちょっとこうありえない動きをね、作ることができます。かっこいいね。はい、では次にこちらのね、このバラを入れていきます。こういう間にね、マッスで最初は色で埋めていきますね。で、こういう長い部分も作っておきましょうね。ちょっと長い部分も切り分けで作っておくとこう長く出せますから、これもバラなんかもラインフラワーで使うことができます。このマスとラインと両方同じ花が使えるのはこのカットの方法で使えるようになるんですね。だから花を切り分ける方法を覚えておくとものすごくこう重宝というかより上達するんで、ぜひこう切り分ける時は必ず考えてから切り分けしてください。そうするとどんどん覚えてきます。カモン。
で、このアレンジの間にもうちょっと猫柳をね、可愛いから入れておきましょう。こういう間に入ると超可愛いんです。超可愛いんです。はい、お待たせしました。最後にこのサンタバーバラサンセットを入れていきます。こういうアレンジの時はだいたいこういうものは最後に入れた方がいいんですよ。まあ、メイン花材にもよるんですけど、そうしないと精度がつかないんですよね。はい、こちらで完成です。じゃあちょっと弾いてみてみましょう。カモン。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。冒頭で、ね、僕が言ったこの綺麗すぎるものは似合わないって言った意味がなんとなく分かってもらえるような気がしますが、どうでしょうか。なんかここに例えばすごい綺麗なオレンジとかピンクとか入ってくると、このサンタバーバラサンセットが全然綺麗に見えなくなっちゃうんですね。これっていろんな花材にもあり得ることで、なんかね、その綺麗さがちょっと違うんですよね。だからその綺麗さの違いっていうのを感じてアレンジしてください。そうするとより取り合わせとかうまくなると思います。なので今日はね、ちょっとこう取り合わせに注意してアレンジしてみてくださいね。取り合わせっていうのはやはりアレンジの上でかなり重要なポイントになってきますんで、それができるとさらにね、こうアレンジは上達しますので、ぜひそのあたりは注意してください。今日はこの綺麗すぎない取り合わせっていうのをね、それを覚えてくださいね。これ何でも応用できます。ではまた次回も楽しみにしていてください。 See you next time。 はい、こちらのフラワー TV では皆様のチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はね、このどこかにチャンネル登録っていうのがあるんで、そこから押してください。チャンネル登録できます。あとスマートフォンなんかの方は下のリンクから、チャンネル登録するところがありますのでよろしくお願いします。チャンネル登録者が増えるとどんどんこのフラワー TV できることが増えます。また皆さんにね、どんどん新しいことを教えていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは行くぜ。カモン。